Hello, welcome, konnichiwa. こんばんは。沖縄でいうところのハイタイ、ハイサイ。本日はようこそおいでいただきました。素晴らしいプログラムを予定しています。特別な経験となります。ヘザー・ヤングと申します。誇らしい気持ちでいっぱいのオイスト沖縄科学技術大学院大学広報担当副学長しております。今晩司会を2022年ノーベル生理学医学賞受賞者オイストアジャンクト教授であるスバンテ・ペーボ教授の講演で司会を務めます。音が鳴らないようスマホ等については音を消してください。まずはオイスト前学長、次にノーベル賞受賞者の講演があり、最後は質疑応答です。今日は直接皆さんからノーベル受賞者に質問する機会です。何をインスピレーションに活用しているのか、今後の研究はどうなのか、今晩はサイエンスとストーリーの夜、学びおよびインスピレーションを受け取る夜にしたいと思います。改めまして東京大学におかれましては素晴らしい安田講堂をお貸しくださいましてありがとうございます。藤井総長もしばらくご同席をくださるということで感謝しています。またご来賓の皆様、サポーター、パートナー、共同研究者、友人の皆様お越しくださっています。皆様本当にありがとうございます。まずはじめにピーター・グルスからご挨拶をいたします。その後ご来賓の紹介です。ドクター・グルスは遺伝子制御発生生物学の分野で国際的に著名な研究者です。グルス先生はマックス・プランク学術振興協会の後、2017から昨年末まで6年間オイストの学長でした。学長である間、先生は特に研究とイノベーションの卓越を重視していました。グルス先生は今オイストイノベーション関連の特別顧問です。どうぞグルス先生をお迎えください。ヘザーさん、ありがとうございます。こんばんは。本日のこの特別な講義にお越しいただいた皆様に心から歓迎いたします。沖縄科学技術大学院大学、通称オイストのピーター・グルースと申します。略称オイストと呼んでおります。本日はこちら、この東京大学にお越しいただきありがとうございます。またこのような素晴らしい会場をご提供くださった藤井輝夫学長にも心から感謝申し上げます。また田和次官をはじめ、また内閣府の皆様方、またその他の官公庁からも会場にお迎えできたこと、光栄に思います。本日私たちはスバンテ・ペーボ教授のその取り組み、彼の大変先進的な取り組み、彼と彼のこのチームが行ってきた人類の進化の歴史を明らかにする取り組みということについて学ぶため集まりました。ご存知のようにこの業績につきましては2022年のノーベル生理学医学賞の受賞によって認識をされております。このような先駆的な発見というものは何十年にもわたる公的な資金供給によって初めて可能となったものです。スバンテ・ペーボ先生が行っている基礎研究に対するさまざまな資金提供によって可能となったものです。そしてこのような先駆的この発見ということにつきましては、私はマックス・プランク学術振興協会の会長であった頃、またオイストのこの学長としてこの彼の画期的な研究に資金を拠出でき、大変嬉しく思っております。我々の研究者がいわゆるもうよく分かっている岸辺を離れて未知の世界へ航海する、そのためにこの資金提供というものは重要でありますが、この基礎研究というのはまず人類が将来直面する課題に備えるためのものです。
基礎研究というのは最も根本的な問いに取り組むものであります。私たちはどこから来たのか、そして今どこにいてどこに向かっているのか。科学的発見は間違いなく我々の寿命を延ばし、世界を養い、そして私たちの惑星や宇宙について人類に多くのことを教えてまいりました。よって例えば気候変動を逆転させる、あるいは病気を感知するということが可能になるとすれば、それは科学者たちがその方法を明らかにすることによってのみ可能となるのです。こういった研究者を集め、必要なツールと資金を与えるということは人類の未来にとって極めて重要です。だからこそ優れた科学研究に投資することが人類の進歩にとって重要であるのです。そして優れた研究こそがOIST においても、また東京大学でも行うことすべての原動力となっているのです。それでは本日の講演者に触れたいと思います。本日は長年の友人であり同僚であり、そして教授陣でもありますバンテ・ペーボ教授を紹介できることを大変嬉しく思っています。彼の発見は私たちの進化の歴史を明らかにし、そして我々が人間であるそのありさまへの理解の道を切り引いたのです。我々がなぜ人間が人間たらしめているかということが彼の発見によって分かるようになるわけです。1856年ドイツのネアンデル渓谷の採石場で作業員が珍しい化石を発見しました。科学者も見たことのないようなこの楕円形の頭蓋骨、額が低く後退をしている、そして目の上の鼻球、この眉の下の骨に特徴な盛り上がり隆起があって、そして骨は分厚く丈夫であった。これが実は新しい種類の人類が確認された最初の例であります。ネアンデルタール人の発見ということについて大変興奮を呼びましたが、しかしながら1世紀以上にわたってほとんど解明されなかったということで、若干その機運はまた下がりました。残念でありました。そしてその後スバンテ・ペーボ教授とそのチームがネアンデルタール人をより調べ、その遺伝子的構造を明らかにするツールの開発に大きく貢献されました。その結果遺伝子の構造が明らかになりました。この彼らの研究のおかげで私たちに最も近い絶滅した親戚についてかなりのことを知ることができたのです。スバンテ・ペーボ氏はこの分野のパイオニアであります。まずエジプト学を学んだ後医学に転向し、そしてエジプトのミイラの DNA を博士課程の学生として研究しておられました。そしてその研究の間チューリヒ、ロンドン、UC バークレーで分子生物学的手法の知識を深められました。1990年にはミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学で教鞭を取ることとなりました。そしてその後ライプツィヒのマックス・プランク進化人類学研究所に移られました。創設者の一人として研究所の設立に貢献をされました。ペーボ教授の考え方は若い頃から分子遺伝子学を使いながら、そしてその知識でもって歴史的な知識を全く違った角度から見てみたいというものです。これが長年の研究の中核です。例えばアナグマやマンモスのゲノムの研究をし、そして1997年ネアンデルタール人のゲノムを初めて研究しました。ペーボ教授は数々の困難、特に他の生物からの汚染を克服することなど
いろいろな困難に直面されました。そしてそういった困難を乗り越えることにより、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの遺伝的差異を理解する基礎を築かれたのです。ペーボ先生の取り組みのおかげで、4万年経った今でもネアンデルタール人のこの最後の一人が、つまり絶滅直前の一人が消えたわけでありますけれども、その痕跡が私たちの DNA の中に生き続けていることが分かりました。スバンタ・ペーボ教授はこの発見により、全く新しい科学分野である子遺伝子学というものの確立に貢献し、そして今科学界において人類の進化、また移動ということにつき、理解を深めるための活動やリソースが生み出されたのです。スバンテ先生の野望はより大きいものであります。私たちがネアンデルタール人と何が違うのか、私たちが人間である理由は何かに、何が私たちを人間たらしめているのかを解明するということです。ネアンデルタール人と私たちの間の DNA の違いの機能的分かりも分析し始めました。例えばこの発話に必要な遺伝子の変異を発見したり、またビーランド・ハットナ、マックス・プランク研究所の別の研究者でありますけれども、こういった遺伝子の違いに基づいて私たちの人間の脳が大きくなることも発見いたしました。本日講義の中では、ネアンデルタール人の遺伝子が私たちの遺伝子もあって、それによってコロナ感染リスクにさえ影響を与えるということも教えてくれるでありましょう。彼のこの先駆的な研究は広く称賛され、そしてスバンテ・ペーボ先生はさまざまな賞を受賞されています。その中には2020年の日本国際賞、また2022年のノーベル生理学医学賞も含まれておりますということで、それではスバンテ・ペーボ教授を心から歓迎ください。本日のスピーカーです。どうもありがとうございます。ここに参りまして、私どもの研究の紹介をする機会をいただきまして感謝申し上げます。まずはじめに再確認をしたいと思います。皆さんがご承知のことかと思います。現世人類、つまり今地球上で生きている全ての人の祖先はアフリカで登場しまして、比較的最近というのは20万年前ほどですが、そのような人たちがアフリカから出て行き始めたんです。それは10万年前、あるいは7000年前、だんだん大規模に世界各地に行くようになりました。その当時、現世人類だけが地球上にいただけではありません。他の人類がいました。アフリカにもいて、よく知られていたのは西ユーラシアにネアンデルタールと呼んでいる人たちもいました。それ以外の、今は絶滅をした人たち、東ユーラシアにも集団がいたこと、最近ようやく勉強研究が始まっている人たちがいたことも分かっています。我がグループは何と言いますか、ネアンデルタール人にこの20年間取り憑かれていると言っていいかもしれません。なぜそこまで関心を持つのかと思うかもしれません。ネアンデルタール人は左に写っている骨太、がっしりしています。これは骨格を再構築、右側が現世人類です。だいたい45万年前、西ユーラシアで確認されていまして、4万年ほど前に
原生人類が右側に出てきた頃に伴って消えていきます。私として2つ理由があってネアンデルタールに関心を持っています。まず今生きている我々すべてに一番近い親戚なわけです。生物学的、遺伝学的に我々集団として定義をしたいのであれば、比較するべきはネアンデルタール人なのです。どのように類似をしていて、どのように違いがあるのか研究をするべきです。もう一つ、最近までいたということなんです。例えば1400世代前までネアンデルタール人はいたのです。ということは、現世人類が出会ったら何が起こったのか、どのような雰囲気になったのかを知りたいのです。遺伝学的にそれを研究するためには DNA を少なくとも4万年は立っている骨から抽出する必要があります。これが1980年代スウェーデンの頃から始まった研究です。最初は組織でどうやらきちんと保存されていると思われる古代エジプトのミイラから探したのです。2000年、3000年、4000年前、このような形でした。私がこのミイラで何をしたのか、組織学的に顕微鏡で細胞を何とか見ようとした。例えばです、これは皮膚なんです。先ほどのミイラです。これです。どうやら核のように見えるんです。核こそ DNA が保存されているところで、やはりそれを染色、色で染めてみようとするのです。 DNA に結合している部分が見られるかどうか、どうやら DNA があるようであるということが分かりました。ちょうど同じことでした。アラン・ウィルソン、著名な進化生物学者です。カリフォルニア大学バークレーにおいて初の DNA シーケンスをクワガから再現しました。ゼブラの兄弟のようなもので100年前ほど絶滅をしたのですが、これで大変意を強くいたしまして、私はミイラから DNA を取ってみました。その結果、人の配列が見つかりまして、大騒ぎとなりましたが、論文発表を行いました。しかしその翌年分かってきたことがあります。それらの DNA 配列、ミイラから抽出したものはほぼ間違いなく、というかもう絶対ミイラのものではないと、私なのか博物館の職員、キューレーター、考古学者、今の人のものであると、なぜかその後分かったことがあります。古代の遺骨で残っている DNA は悪化している、劣化しているんです。短くなって分裂してしまって、科学的にも変性してしまっていて、大量に微生物とか真菌とかバクテリアとか組織については何千年もの間蓄積した他のものの DNA なのです。その結果、ほんのわずかな汚染があったとしても、現代の DNA があると肝心なものが見られない、もしくは現代ついてしまったものが圧倒的に多くなるのです。それから数年間どのようにすれば技術的な課題を乗り越えることができるか、どうすれば汚染を回避ができるか、例えばよりクリーンルームに近いことを行ったり、紫外線で DNA を殺菌したり、紫外線を当てたり、いろいろなことをしたところ、短い断片なら内在性の DNA が取れることが分かりまして、多くは絶滅した動物で行いました。その方が内在性の DNA と今日の汚染と区別をすることができたんです。地上性のナマケモノ、マンモスなどなどなんです。ただもちろん一番興味があるのは人の進化、とりわけネアンデルタール人に関心がありました。いわば15年ほどでしょうか、このような技術的な悩みをしてからネアンデルタールに取り組んで、ネアンデル人と現世人類がどうつながっているか、2つの説がありました。一つは現世人類は出アフリカ、例えば7万年前ほど出てきて、ヨーロッパ
あるいはそれ以外のアジアで置き換えて、全く交配もないと、ネアンデルタール人のものは何も残っていないという説、もう一つの考え方としては、現世人類はアフリカから出て、このようなところで交配があると、一定のネアンデルタール人から今日の西ユーラシアの人とつながり、継続性があると。これについては中間もあるわけです。完全に入れ替わったのか、つまり寄与はゼロなのか、あるいは完全な継続であるのか、それぞれ説があったんです。今のヨーロッパ人は現代のニャンデルタール人であるという説もありました。このつながりスペクトルなわけですが、私どもはニャンデルタール人でもどこのでもではなく、まさにドイツのニャンデルタール誕、1856年で名付け親となった地名から出たところのサンプルを使うことができたんです。上腕骨、腕の骨を使いまして、その当時の技術 PCR を使いまして、ミトコンドリアゲノムの一部を取ることができました。これはいくつかのコピー、反復が多く、流れにわたって保存される可能性があり、変異が多いところですが、これは母系、母親系で受け継がれますので、女性を見ていきまして、これは大変でした。短いところクローンをして、置き換え、置換で、いつもそこにあるものを調べた上で、系統樹、ミトコンドリア DNA がどのように、今の人たちのミトコンドリア DNA にどう関連しているか調べました。その時にも分かっていましたが、すべてのミトコンドリアゲノムで今あるものの共通祖先は、大体10万年前から20万年前で、共通祖先とネアンデルタール人とのミトコンドリアについては50万年前に分かれたということが分かりまして、いかなるミトコンドリア DNA でも今の人が持っているものとは違いました。ミトコンドリアゲノムという観点から完全な入れ替わりであったということでした。一方でその当時分かっていたことですが、人類の完全な歴史はミトコンドリア DNA だけでは分からない、核ゲノムを見なければならない、そこの方が多くの情報が入っているということも自覚がありました。そこで核ゲノムを調べる可能性は2000年ぐらいからです。新しいシーケンシング技術が導入されました。ハイスループット DNA シーケンスの機械ができ、高すぎない形で何百万何十億もの DNA 分子をかけることができるようになったのです。 DNA を抽出をすると、特定の部位というよりはとにかく全部シーケンス配列を分析をすると、それと人の入手ができた、その時入手ができたものを比較をしたのです。ただ有料な標本を得ることが難しかった。多くの場所を探してみました。とりわけヨーロッパの南、この美しい洞窟、クロアチアでいいものを見つけました。ここに写っている骨でして、どのようにして効率的に劣化した DNA を抽出できるか、また配列を調べることができるか行って、ここでよくできるようになりました。シーケンスの機械が効率アップをし、そしてさらにそれによって、この断片のこの大きさも30、40ヌクレオタイドということで、この断片を分析し、そしてその末端を分析し始めました。そうしましたら、その結果大変びっくりするような結果になったのです。多くのこの親の C から T の置換が起こっている、この分子の末端においてだいたい 50% 60% ぐらいが T に入れ替わっていることが分かったんです。これは実は脱アミノ化がシトシンに起こっているからです。シトシンがウラシルになると、そして脱アミノ差が起こっている、そして DNA のポリマリーシスが起こって、そしてそれが T というふうに配列読み出しからは結果として分かってくるわけです。 C から T の置換が起こっている、これが末端で起こっているわけですけれども、ですのでそのようなその短いその断片を見ていますと、それが時間によって累積していることが分かる。ですのでもしこれ T が溜まっているということは古い細胞だということが分かるだけです。そして
ここで何十億ものこの DNA の分子をこれらの3つの骨から作ることができた。そしてこういった断片を使って、そしてこの C が T になっているというような分析についてもしっかり考慮し、そしてこのマッピングをヒトゲノムに対して起こったなったわけです。ネアンデルタール人のゲノムをヒトゲノムにマッピングした。そうしましたら2010年の段階でネアンデルタール人のゲノムの最大 55% 程度を開示することができました。その結果分かったのは、ネアンデルタール人というのは現世人類と混雑していると交雑しているということが分かったのです。ヨーロッパにおいてネアンデルタール人がいて、その結果ヨーロッパの人たちはアフリカの人たちもネアンデル人よりも小さい変異を持っているということです。ネアンデルタール人がこのアフリカに貢献している可能性があるかどうかということもまずは検討しなければいけなかったので、まずは5名世界中で5人の人たち、アフリカ、ヨーロッパ、アジアの人たちの遺伝子について、ここでこの集団遺伝子解析を行って、デイビッド・ライヒさん、こちらブロードインスティテュートの方です。そしてモンティ・イスラットキン、UC バークレーの方、またエドクリン、この3名で分析を行いました。現在のこの現世人類のこの遺伝子を取り、またアフリカのものを取ったところ、そうするとネアンダドール人のこの遺伝子は出てこなかった。ネアンデルタール人はアフリカにいたことがないからです。でアフリカ人でも2種類取っているので事例にもなかった。そしてこの2つのネアンデルタール人のそれぞれ別の箇所を分析したけれども、このネアンダトール人の遺伝子とそれから確率としては 50% ぐらいであろうと、ネアンデトール人とのこの距離としては 50-50 であろうと前提をし、そして統計的にもそう前提したわけです。そしてヨーロッパとアフリカの人たちの遺伝子を取って、その時は驚きだったわけですけれども、ヨーロッパ人の方にマッチング適合が高かったということです。遺伝子的な貢献としましては、ネアンデルタール人は現在のヨーロッパ人の方により多く見られるということが分かりました。そして同じように東アジアの人、中国からこの遺伝子を取り、同じ分析を行いました。そうするとネアンデルタール人とのマッチングは多く見られた。とはいえネアンデルタール人は中国では現在認められていません。パパニューギニアであればネアンデルタール人はまだこちらのデータにありませんが、よりマッチングはあるということが分かるわけであります。こういった形でいろいろな分析を行った結果、現世人はアフリカを出発して、そしてその早期にまず中東に行った。そしてその当時そこでネアンデルタール人と出会っているということです。そして現世人類はネアンデルタール人と交雑して、そしてその残りの地域に広がっていたということです。ネアンデルタール人の存在していなかったところにも広がっていたと考えられるわけです。ですのでアフリカ以外のところに何か遺伝子の元があるとすれば、大体その遺伝子の 1-2% がネアンデルタール人にたどることができるわけです。ここでの問題は、良質なネアンデルタール人のゲノムを入手しなければいけないということです。シベリアの南部のデニソバ洞窟におきましては、ロシアの考古学者がこのアナドレア・テレビアンコさんが写っていますけれども、このようなかかとのこの骨を見つけまして、そして新しい技術を開発しました。こちらがもう一つこの DNA ライブラリーを作る大変重要な方法だったわけですけれども、遺伝子解析、この2つのこの2本差とそれから1本差とあると。そして2本差の場合はより大きな確率でライブラリーに入る可能性が出てくるわけです。よってその劣化した遺伝子からもそのうちの半分だけ遺伝子をこの取り出すことができて、そしてそうした結果この30倍ほど遺伝子が取れることになった。これがこの現世人類と比較をされたわけです。そして高知パブリックドメインの中にもこの3つのこのネアンデルタール人のこのゲノムが公表されています。
この数年前から12年前までということで、いろいろな5万年前から12年前までのこの遺伝子があるわけです。そして原生人類との遺伝子を比較しました。こちらが染色体の一つです。こちらがこの1人当たりは 1-2% ネアンデルタール人由来のものが見られる。合計すると 40% となる。この個々人のこの染色体の中でいろいろなところでこのネアンデル人由来のものがある。しかし人によってこの場所が違っているわけです。1人当たりでは 1-2% なんだけれども、いろいろなこの断片を持っているということで、これがこの個々人にどれだけ伝わっているかということが分かるわけです。それを全部合計しますと、ネアンデルタール人の遺伝子というのは原生人類の 40% から 50% ぐらい、まだ現代人から取り出すことができるということが分かっています。もう一つ新たな骨が出てきています。シベリアの南部デニソワ洞窟というところです。大変小さな骨でありまして、考古学者はここでもしかしたら人由来の骨かもしれないとなって、これは小指の先に乗るぐらい小さな骨でありました。これについての遺伝子配列の分析を行ったところ、原生人類でもなく、またネアンデルタール人でもなく、何か違うものであるということが分かりました。そしてネアンデルタール人とははっきり異なるものだということが分かったわけです。だいたい振り返ってみますと40万年ぐらい前、こちらが実は絶滅した別の種類の人だということが出てきました。このシベリアの場所、デニソワ洞窟の名前を使いまして、このデニソワ人と呼びました。ネアンデルタール人もまず初めてその渓谷で見つかったということで、ドイツのその土地の名前がついているわけです。デニソワ人も原生人類に多くの貢献があることが分かりました。そしてヨーロッパおよびアジア西部での貢献は小さいけれども、中国大陸、中国本土では 0.2% 程度貢献が見られるということ。そして例えばオーストラリアのアボジリニアだったり、あるいはパプアニューギニアにおきましては 5-6% ほどこのデニソワ人の遺伝子が貢献しているということが分かりました。そして一部の人口構造をこの原生人類について分析してみますと、こちらはジョッシュ・エイクのグループが行ったものです。プリンストン大学です。このような形でこの断片がネアンダートール人のこの遺伝子とどれだけ近いとかということを示しているんですけれども、ネアンデルタール人との貢献はこのように我々遺伝子配列すると示されるわけですが、パプア人の場合はかなりこの離れているということが分かります。そして代わりに日本人ということで見てみますと、ネアンデルタール人との貢献見てみますと、デニソワ人との貢献がも見られる。そしてもう一つ別のデニソワ人との一致も見られていることが分かります。例えば東アジア、日本などにおいては、これから分かるのはデニソワ人としては2グループ異なるこの人類が現世人類に貢献しているということが分かります。ここでではまとめますと、現世人そしてデニソワ人の遺伝子を分析します。ネアンデルタールとデニソワの痕跡について、共通祖先の人たち、アフリカから出て西ユーラシア、ネアンデルタールと呼ぶ人たちになっていき、東ユーラシアについてデニソワ人と呼ぶようになった人たちに散逸していった。このボーダー、境界はよく分かりません。ただ南シベリア、デニソワ洞窟、どこかの時点でデニソワ人がいた時代もあり、ネアンデルタール人がいた時もあり、交配があったことも分かっています。また原生人類の起源、アフリカから出て早い段階でネアンデルタール人と交配をし、広がり続けて複数回ネアンデルタール人との交配がある。東の方ではデニソワ人とも複数の時代にわたって交配をし、世界の各地に散っていった。それまで原生人類がいなかったところにも広がっていって、その他の集団は時間の
経過とともに消えてはいくけれども、現世人類の中でネアンデルタール人、デンソワ人遺伝という形で残っています。しかしアフリカにおいてはこの寄与が残っていないのか、昔の頃のゲノムが寄与がないのかと疑問はあります。現世人類の起源スタートはアフリカのどこかであって、アフリカ大陸にも広がったと、アフリカ外で他の人類と交配があったのであれば、アフリカ内でも交配はあったではあろうと思うのですが、古代人の DNA あるいは絶滅した種のものがないのですが、何か同じようなことはアフリカで起こったであろうと思うことが自然です。より後になりますと、直接交配がデアンデルダル人とあったという直接の証拠が出つつあります。まずはルーマニアです。この場所はオアセ洞窟です。洞窟探検からが2011年、人の科学、下の顎です。今の人に近いものが出てきたのですが、年代測定をしたところ少なくとも4万年は経っているという測定でして、現世人類の中で最もヨーロッパで早期のものの骨でして、ゲノムをぜひ調べたいと、この個体はネアンデルタル人と交配したかどうか調べようとしたのです。異なる染色体1から22番までブルーで、ネアンデルタルゲノムと同じものがブルーです。確かにこの個体の祖先はネアンデルタル人との交配があった。ここです。場合によってはここにかなりの部分、染色体、この部分は半分ですね。この染色体の半分はネアンデルタル人と同じ。この個体は家族の歴史、ファミリーヒストリーの中でネアンデルタル人にとても近い人もいたのです。6世代、5世代、4世代くらい前、この個体、この骨の人は祖先にネアンデルタル人がいたのです。ただ、これについては確率論的にどれだけの染色体の塊を継いだかどうかがわからないので、確定することはできません。一方でブルガリアで2つ目の場所があります。バッチョキド洞窟でして、これも現世人類の初期の人たちですが、歯が3本出てきました。これは非常に層理深いところです。4万5000年前ということで、おそらく現世人類の中でもヨーロッパで見つかっている初期のもの、それから1万年経過した頃、やっぱりここに住んでいた人類がいたと。ゲノムをこの個体で調べたところ、古い方についてはすべてネアンデルタールの寄与がかなりあると。ここです。みんなネアンデルタール人の祖先がファミリーヒストリーにあると。それから1万年経過をした同じ洞窟の人たちは今の人とかなり似ています。 2% ほどネアンデルタール人からの遺伝の貢献があると。ここから何が分かってきたのか、ヨーロッパの初期の現世人類、出アフリカの後の人たちはかなり後半にネアンデルタル人と交配があったと思われる。なぜネアンデルタル人が消えて、おそらくデンソバ人も消えたのですが、なぜかといえば、これはより大きな現世人類の集団に取り込まれたのではないかと考えられます。現世人類の方が古代の人たちよりこの時点で数が多かったかどうかです。ここからは例を使いまして、このような遺伝的な寄与がどのように今の人に影響しているか、デアンデルタル人とデニソワ人がどう影響しているか、こう見ていきますと、遺伝的にここで分かれた現世人類とネアンデルタル人がここで共有されて、ネアンデルタル人特有のもの、例えば猿に近いところとそうではないところ、現世人類とネアンデルタル人が違うところ、まずここのところです。ネアンデルタル人特有を見ていくと、鉄のチャンネルです。フーゴ・セバール、この写真に写っている男性です。ドイツとスウェーデンにいまして、イオンチャンネルに特に関心を持っています。ネアンデルタル人のイオンチャンネル、ここについて3つのアミノ酸の置換がありまして、これは珍しいんです。
我々が知っているタンパク質の中でアミノ酸で3箇所も置換しているというのはこの古代のネアンデルタル人しかありません。イオンチャンネルは面白いものでして、末梢神経の末端にありまして、痛み痛覚の伝達を開始します。このイオンチャンネル、つまり痛みに関するものを発現させると、ネアンデルタル人バージョン、原生人類バージョン、それぞれ発現させる実験をすると、ある特定の刺激に対してネアンデルタル人バージョンの方がもっと膜を通る神経伝達が多い、つまり敏感であるということなのです。私は電気生理学は専門ではありませんが、これについてはこのゲートチャンネルが早く開くからではなく、一旦開いた後不活性化するまで時間がかかる、刺激の後長く開いたままであることが分かりました。これはなぜかといえば、2つのアミノ酸の置換が細胞内であることが原因であると、3つ目はあまり影響しないということが分かりました。これについてはネアンデルタール人特有かと考えました。一方で最近分かってきたこと、できることは大きなデータベースが世界各地でできているのです。バイオバンク、今の人たちについて大勢の人で遺伝子情報、臨床情報、質問票、アンケートでこれまでの病気あるいは今の状況などを質問しているわけです。一番使いやすいのが英国のバイオバンク、 UK バイオバンクというイギリスです。意外だったのは206人のうち 0.4% がネアンデルタル人の器用で持っていたわけです。36万人のうち 0.4% がネアンデルタル人の器用があったわけです。一部原生人類残っていると、質問票を見てみると、痛みに関する質問票を聞いてみました。頭痛がありますか、お腹痛いですか、腰痛はどうですかと痛みを聞いているわけです。私にとっては初めてこれだけ大きなデータセットを調べることができました。関心があったのは暮らしで痛みに伴う因子は何か、年を取るということが痛みを強く感じる、高齢であると痛みが増えていくなんです。痛みでは死なないと思うかもしれませんが、どうせ高齢化をすると医者にかかる理由は増えるかもしれません。ただこのような変異型を持った人たちの方が実際に人生の中で痛みを他の人よりも経験しているということが分かりました。年齢効果で換算をすると、まるで8歳より年を取っているかのような痛みを多く感じるわけです。8歳か9歳年を取った分だけ痛みを強く感じるという換算でした。だからと言いまして、ネアンデルタル人はもっといつも痛く思っていたというわけではありません。ご承知のように痛覚については脊髄、とりわけ脳で制御伝達されている。そうは言いながら興味深いのは、あるこの一つのコピーを持っていると英国のバイオバンクについてヘテロ接合で発言しているのですが、ネアンデルタルはこの変異でホモ接合だったので場合によっては我々のネアンデルタル人たちの見方を変えなければいけない、それほど何もわからない無神経な野蛮な人ではなかったのかもしれない、痛い痛いといつも言ってたようなタイプなのかもしれません。もう一つご紹介したい例があります。ホルモンプロゲストロンです。聞いたことがある人も多いでしょう。これは体の奥のところで分泌されていますが、特に抗体で生成されて子宮内膜を妊娠に備えて形成します。ここで興味を持っているのは受容体、プロゲステロン受容体です。ホルモンが結合する受容体レセプターです。これについて受容体の変異があることは分かっていて、疑わしい分布が世界であるのですが、遺伝的な変異であってこれはアフリカではほぼない、しかしアフリカ外では発現している。そうすると間違いなくそれはネアンデルタル人由来であると。これについてよく臨床的に最低変異です。なぜかといえば早産、未熟児が生まれる、
ことに関連をする遺伝的変異だと分かっています。これは赤ちゃんにとってリスクです。とりわけ医療に問題があれば赤ちゃんには大変ですが、この変異があればこれは選択的には不利にネアンデルタル人に働いてであろうと思われます。しかしそれ以外のことも起こっていたことが分かって興味深い。世界の中の多くのグループのこの遺伝子グループを年齢ごとにいろいろと分析しています。つまり例えば今で1万5千間からそこで数千の遺伝子がヨーロッパを中心に使えるようになっています。そして遺伝子をたどることでこのような遺伝子変異がどれぐらい発生しているのか、増えているのか減っているのか、安定しているのか、これを分析しています。今ちょっと動画でお見せしたいと思うんですけれども、この赤というのは古代のこの遺伝子、そして黒にあるのはキャリア、そしてノンキャリア、この遺伝子のない人がグレーということです。で、1万5000年前から現代までこうやってどのようにその数が変わっていくか見ていくと、大体7000年前ぐらいにこの頻度が爆発的に増えています。大変奇妙なことです。なぜこの遺伝子変異がこのように早産に関連する遺伝子がなぜ突然増えているのかということです。そこでもう一度 UK イギリスのバイオバンクをこの遺伝子について検討してみました。ここで分かるのはこの現代人のこの遺伝子、そしてネアンデル遺伝子があるかどうかということを比較しました。そして現代人類のこの遺伝子の中で例えば妊娠早期に出血しやすい、そして早産に関連を流産に関連をしているというもの、それからまたこの兄弟の数ということも多く関連していることが分かったのです。つまり現代人のこのリスクというのはこの妊娠中に流産しやすいということが分かっています。そしてネアンデルタール人のこの遺伝子は先ほど言ったように早産に関連しているわけでありますけれども、場合によっては流産を防ぐ保護要素になっている、そしてその赤ちゃんが生きて生まれるようになっているということになるわけです。ネアンデルタール人はおそらくこの遺伝子がなければ流産して子どもを失ってしまっている、しかしながら守る代わりに早産という形で生まれさせているというふうにも言えるわけです。このような関係を見て、そしてプロゲステロン受容体がどれぐらい発現しているのか、ネアンデルタール人とそれから現世人類と、そうしますとこのようなネアンデタール人の遺伝子の中で多く発生している、発現していることが分かります。そうしますとプロゲステロンが多いと受容体も多い、2つの試験が2020年に発表されておりまして、その結果から分かっているのはプロゲステロンをこの以前流産を経験した女性に投与することによって、それによってその赤ちゃんがしっかり生きて生まれるという可能性が高まることが分かっています。プロゲステロンおよびプロゲステロン受容体の影響がある、そして受容体が増えることによってそもそも多かったのと同じような効果があるということです。このようなパターンが繰り返されるわけです。遺伝子のパターンというもので臨床的に知られているものでもネアンダータル人の貢献があるということです。例えば酵素です、肝に発現しているこの酵素、さまざまなその医薬品の代謝にも関わっている CYP2 であります、 CYP2 であります。これがネアンデルタール人のこの変異に関連しているということが分かります。この遺伝子変異ですけれども、例えばイブプロフェンの半減期が長くなる痛みに対する薬でありますけれども、このイブプロフェンを飲んだ後、投与された後、ネアンデルタール人はそれを分解する代謝する能力に劣っているので、代謝時間が長いということが分かります。より重要なのはワーファリンです。ワーファリンにつきましては、もしこのネアンダトール人のこの遺伝子がある場合には投与量を低くしないといけないということが分かっているわけです。現在のコロナにおきましてもまだ今戦っている途中ですけれども、ある程度考えが関連があります。 SARS-CoV-2 というウイルス、多くの方
はこの感染しても重症化しなかったり、一方で一部の方は重症したり死亡しているわけであります。当然高齢化、男性化、その基礎疾患があるかどうかによって変わっているということもありますが、そういったファクターだけでは一部の方が非常に重症化して死亡してしまうということの説明が完全にはできないのです。でこのパンデミックが始まった早期の段階で遺伝子の分類を行っています。こちら国際的なコンソーシアムで検討していました。2020年の夏になり第1回目の結果が出ておりました。これ大変見ると驚いたんですが、一つ大きなリスクファクターがあって重篤化するものが明らかに出てきました。その要素は染色体第3にあることが分かりました。そしてさらに詳細に分析を進めますと、このリスクファクターがネアンデルタール人から来ているということが分かったのです。そしてこの原生人類の遺伝子であれば防御効果がある一方で、ネアンデルタール人の遺伝子はリスクであるということです。よってネアンデルタール人のこの遺伝子がまだ原生人に残っているということが分かります。この遺伝子の影響はとても大きくて、2020年から21年の初期においてスカンジナビアで有隣となった患者の中でネアンデルタールの遺伝子変異を持っていない場合は死亡するリスクは 7% でありました。ですので、そもそも重篤して入院し死亡するのが 7%、 一方でネアンデタール人遺伝子を持っていた場合には倍増になっていたわけです。特に60歳以上以下で、かつ他のこのリスクを持っていない場合も5倍ほど死亡リスクが高っているということが分かりました。つまり遺伝子以外の大きなそのリスクファクターはないのに、遺伝子によって大きな死亡率上昇になっているということです。これ大変複雑な領域でありますので、とても難しいんですけれども、3つの遺伝子が少なくともこのリージョンに関連してリスクファクターとなっています。他はまだ疑いがある、つまりこの重篤化につながったかもしれないと疑われるに過ぎないんですけれども、おそらくこういったネアンダトール遺伝子対原生人類のバージョンと比較するのは大変関心深いと思います。一部の方がなぜ重篤するのか、それが分かれば治療方法にも役立つかもしれません。さて世界中を見てこの変異体を見てみますと大変多くあるわけであります。実はこれはこのコロナにより追加死亡者数とネアンデタール人の変異を比較しております。残念なことに110万ほどの追加死亡者数がネアンデルタール人の死亡率とつながっていることは分かります。こちらのスライドでは中国、日本および東アジアにおきましてはこの変異はほぼありません。一方で南アジアではよく見られる変異です。インド、パキスタン、スリランカ、大体個人の 50% ぐらいがキャリアとなっています。よって今までこの例えばこの変異が一部の世界では排除されたということもある、そして他の感染症が例えば南アジアに残ることによって例えばこの遺伝子が有効だったかもしれないわけであります。つまりこの遺伝子には他の役割があると考えられるわけです。こちらはヒューゴ・ゼーバーグのデータです。染色体、第二染色体を見て、そしてリスク変異体を見て、そしてこの100万分の1ぐらいのところまでをずっと分析して、ご存知かもしれませんが CCR5 があります。これは HIV の共同受容体となっています。ですのでこれがあると HIV にかかるというものであります。 CCR5 のタンパクを見ますと、そしてネアンダルタール人のこの変異遺伝子変異というのはこの CCR5 を減らすことが分かります。 CCR5 がないということでありましたら、この染色体もから守られていて、その感染は起こらないということになります。ネアンデルタール人のリスクファクターというのはコロナでは重篤化する、しかしながら HIV のウイルスに暴露された場合は 25% ほど HIV 感染リスクが減るということが分かります。そしてこのような遺伝子座を見て、そしてコロナでは重篤化する、しかしながら
HIV 感染のリスクは減らすということになるわけです。そうすると遺伝子の変異体というのは環境によっても変わる、それによってプラスマイナスの効果になるということを考えますと、遺伝子変異というのは諸刃の刃かもしれない。東アジア、例えば南アジア、またその他の要素を考えますと、おそらく多くのこの刃がある剣になるというも考えられるわけです。さて、マイナスの影響だけではないわけです。今さまざまな影響があり、例えば第三遺伝子層もある、それから12番遺伝子体ということについてもぜひ見てみたいと思います。ネアンデルタール人のバージョンはこれは保護効果を持っています。このような重篤な病気から防御効果があるわけです。そして機能的にも3つの遺伝子が働いていることが分かります。 OIS123 です。これはこのオリゴニュクルオタイドのこの酵素でありまして、この RNA とつながってウイルスの遺伝子を弱めるということがあります。よってそれによってこれが存在すると、今回のこのパンデミックで感染しにくいだけではなく、他の15年前流行ったこの SARS においても保護効果があるということが分かっているわけです。でまだこのリスクザというものが、リスクのある遺伝子変容が 何なのかということ、まだまだこの規模は違っていて、3番遺伝子ですと 100%、 つまりコロナにかかるリスクが倍になる一方で、12番遺伝子の方は 23% のリスク減ということになります。その後今行っている研究室で少し紹介したいと思います。現世人類がほぼ持っているのにネアンダルトール人にはないというものです。こういった変化について最近、もしかすると原生人類に特有の機能に関連しているものかもしれないということが分かります。原生人類というのはネアンデルタール人およびデニソバ人と比べて特有の機能がある。例えば7万年前、技術が早いペースで変化し始めました。ネアンデタル人はその歴史から、そのネアンデタル人が終わるまで5万年ぐらい前になるまであまり変わらなかったわけです。このあたりをぜひ、なぜそこが違うのか聞きたいところであります。ただ専門家に説明していただかなくてもよかったのは、10万年前技術が今のものとは違うことが分かります。局所化する技術がありますし、中央アジア独特、あるいはヨーロッパ独特、原生人類に変わっていくところ特徴があります。原生人類について就職的な形がパッと見て分かるような何かができるかどうか、これができることも特徴です。原生人類について言いましたが、すごく増えました。数十万から何百万、そして何十億と、しかも水があるところ、住めるところ、すべて居住ができるところはすべて人が住んでいます。このような進化に関心を持っています。このような特殊な振る舞い、原生人類の特徴に何が関わっているのか、このように抽出することができます。例えば3万ほどヌクレオチドに変異がある。特にフォーカスを当てているのは一番単純な変化、アミノ酸がタンパク質でどう変わっているかを見ていまして、一例を紹介しますと、酵素グルタチオンレダクターゼ、こちらアミノ酸が置換していまして、ここです。原生人類特有であって、ネアンデルタル人、デニソワ人にはないアミノ酸の状況で、これは重要な酵素でして、グルタチオンを減らすんです。酸化するのですが、これはフリーラジカル、酸化ラジカルによって細胞内で酸化を起こす。その場合核酸あるいはヌクレオチドが変化してしまいます。グルタチオンが減った場合にはここでリサイクルするのですが、パラドックス、逆説的にこれが足りない場合、酸化グルタチオンが減った場合には、この酵素は酸化ラジカルを生成する、いわば漏らすというかリークさせるわけです。ネアンデルタールバージョン、原生人類バージョンを
インビトロで発言をさせて実験をするとネアンデルタール人の方が漏れるというか利益なんです。つまりフリーラジカルがより多く酸化グルタチオンが不足している時に出すのです。その次に改めて現世順次で見たところ、このようなネアンデルタールバージョンが少ないけれども現世人類にもあることが分かりました。少ないけれども十分にあり、その影響は分析ができるほどでした。ネアンデルタールバージョンは疾病の中でも炎症が関わるもの、これが追加的な酸化ラジカル、動脈硬化とか炎症性腸疾患とか炎症に関わっているものと関わりがあるということが分かりました。最後になりました。皆さん納得していただけたでしょうか。ここです。この一番近い親戚の DNA を調べることに興味深い、分かっていただけたでしょうか。独特で現世人類独特のものを研究することができる、またネアンデルタールだけのバージョンを見ることもできる。その上でどれだけネアンデルタール人、デニソワ人が今の現世人類にもどれだけ残っているのかを見ることができる。バイオバンクを使うことができます。重要性がどんどん増していると思います。日本においても楽しみです。ぜひ日本のさまざまなデータがあるバイオバンクを調べて、デニソワ人についてまだよく分かっていないところを日本人のバイオバンクでも研究したいと思います。また実験的に操作をすることができるんです。例えば人の幹細胞にこの昔の人たちの遺伝子を導入する、いわば現世人類化のモデル組織を作るとか、ネアンデルタル人モデルを作るとか、主にドイツのマックス・プランクライプツィヒにある進化人類学研究所を移っている、ここに人と行いました。また直近数年間では沖縄科学技術大学院大学でも行いました。人数は多くはないのですが、このような現世人類独特の変異、また研究するためのモデルシステムを行っています。沖縄は素晴らしい環境であり、特に神経生物学など別の研究室が強くサポートしてくださいます。これで終わります。ありがとうございました。何か質問があればお願いします。ありがとうございました。先生のお話でたくさん教えていただいたような気もしますが、質問もたくさんできたかと思います。マイクが3本立っています。2本がこちらと、もう1つこちら側、また上の階には中央に1本あります。まず通訳レシーバーは念のためにお持ちください。ご質問は1回に1度でお願いをします。できるだけ多くの人に機会を提供したいと思います。関連する質問をお願いをいたします。どうぞ恥ずかしがらずに、ご質問がある方はマイクに向かってください。皆さんマイクに向かっているかと思いますので、私からよろしければ。ペーボ先生、初めにノーベル賞のことを聞いたとき最初にどう思いましたか。すぐにどういう反応をしたかです。ジョーク、冗談だと思いました。私かなりスウェーデンの関係者を知っていますので、スウェーデン人を話せる人もいて、委員会のものであると言って誰かが私をからかっているのだと思いました。結局研究室はどうでしたか。なんかすぐに泳ぎに行っちゃったと書いてありましたね。そうなんです、泳ぎに行きました。伝統的に研究機関の中に湖がありまして、庭に池があって、 PhD の試験を合格したら飛び込むという伝統がありまして、だから私が試験を通ったと学生が思って私投げ込まれたんです、池に。また何が原因で沖縄を選んだのですか。もちろん人が優しいとか天候が気持ちいいとかありますが、なぜ沖縄に。なんというか研究の雰囲気ですね、みんなの温かい連帯心でしょうか、本当にダイナミックなんで、それほど長い歴史があるわけではありません。10年ほど経過した大学院大学です。伝統的なものはいろいろな部とか課とかあるかもしれませんが、そういう縦割りがなくて優秀なグループがたくさんあって、特に我々がヘルプが必要な分野の研究ユニットが多いんで、神経生物学とか近い分野でサポートしてくるユニットがたくさんあって素晴らしい研究場所です。
皆さん考えていると思いますが、朝ごはんいつも何食べてるんですか？その日によります。わかりました。念のためイヤホンをお使いください。念のためイヤホンのご用意をお願いいたします。目の前にいる方、まずお名前からお願いいたします。法政さなぎと申します。最初に並ぶことができましたので、短い質問を2つ。まず過去を見て、一方で将来にも目を見据えて、先生どうもインスピレーションに富んだリサーチ発表ありがとうございました。第一の質問として、遺伝についてネアンデルタール人のデータ、あとデニソワ人のデータ、どのようにアフリカを出て東南アジアを経由してと広がりの図がありました。米州はどうなったのでしょうか？南北アメリカはどうなったんでしょうか？中央アメリカ、南米はどうだったんでしょうか？ここは人が最後に行き着いたところ、ティアラフォイを従って、これについて何かデータがあるのでしょうか？個人的にはどのようにお考えでしょうか？米州、南北アメリカについては原生人類だけがニューワールド、新世界にたどり着いたのです。だいたい2万年ほど前でしょうか、原生人類が南北アメリカに来たわけです。それについては、北東ユーラシア人のサンプルでして、ネアンデル人、デニソワ人については南北アメリカとかオーストラリアとかマダガスカルにもいなかったわけで、いわば通ることができる水域、そして長距離を通過をして、遺伝的なつながりはどうなのでしょうか？南北アメリカにいる人類について、1から 2% ほどの寄与について、これは南北アメリカでもそうなのですか？そうです。ネイティブアメリカン、先住民については東アジアのサブセットだと考えることができます。将来を考えると人工知能、私の専門が人工知能なので、人工知能は今役に立っていますか？ご研究において。私は AI の専門ではありません。全然専門ではない。ただし、これから先を考えてみれば役に立つのではないかと思います。昨夜ちょうど話をしたのですが、機械学習、人工知能を使ってニアンデルタル人ではデニソワ人の変異をマッピングができるのではないか、医療データ、例えば MRI のデータなどとマッピングができないかどうかと、いずれ大きな貢献をしてくれると思います。それでは次の方お願いします。お名前と質問お願いします。竹人と申します。ピーボ先生ありがとうございました。前の質問にも関連するのですが、ネアンデルタール人の遺伝子ということ、そしてその進化とその移動について、どのような環境的要素がネアンデルタール人の遺伝子の洗練性に関与したんでしょうか？温度ですとか、あるいは気候とか、より遺伝子を環境に強くする上ではどのような役割を果たしたのでしょうか？おそらく同じような要素がデニソワ人にもネアンデルタール人にも、そして原生人類にも同じような影響が与えられているのかと思います。例えば初期の人類におきましては、数十万年前ユーラシアのこの環境がおそらく病原体ですか、他のものを通じて移転されている。そしてアフリカから原生人類が来て、そして混血して、そしてその遺伝子がどんどん変わってきた。そして遺伝子も変わった。例えばチベット人におきまして 80% の人たちがある種のこの E パソ1と呼ばれる遺伝子があって、これは高地でこの酸素が薄いところでも、それにより、普通の人が何か合併症を持つような疾患にかからないようになっています。そして赤血球を増やすということで解決しているわけです。そうすると、例えば妊娠期の、例えばその血栓ができるといったようなことに通常はなんですけれども、それが解決されている。それはデニソワ人から来ている。さらにはデニソワ人というのはこのチベットのこの高原でまだあるということが分かります。よって環境に適応するということは原生人類にももちろんあることだと思っています。
他にも不思議なことがあって、例えば感染症ですとか、あるいは感染症というのも環境の一つだと思います。ありがとうございます。どうぞこちらお願いします。東京大学病院神経学です。最後の質問に関連しています。今現世人類であってネアンデルタル人はいないのですが、現世人類は人類の増え方が多いという話がありました。今のところネアンデルタル人の遺伝子が 1-2% だけ現世人類に影響していると。一番影響が大きいもの、ネアンデルタル人が今ここに存在していないというのは一番大きな影響は何だと思いますか。一番逆な方向ではなく、ネアンデルタル人が今残っているのではなく現世人類が残っているについては一番大きな因子は何だったと思いますか。例えば微生物であるとか、あるいは病原菌とか病原体とかがんとか環境とか、一番大きなファクター、ネアンデルタル人が消えた理由ですか。そのような感じの意味ですか。分かっていないと思います。とても印象に残るのは、7から8の集団に関してゲノムの情報があって、ネアンデルタル人がまだいた頃の集団の情報があるかと思います。ただ一つの例が除いて家族の祖先の中にネアンデルタル人がいるわけです。ということはかなり最初の接触で交配は相当あったのではないかと思います。そこから推測したのは、大体取り込まれたのではないか、他の集団でより人数が多い現世人類多いところに吸収されるのではないか。 2% といたとしても現世人類の人数は50倍であることを考えた場合に 2% の寄与と、そのような単純な計算はできませんが、大きなファクターとしては取り込まれたのではないか。あるいは私としても自問してみるのは、これをどう推測したらよいのか。どちらかといえば我々の人類に対する見方の方が影響が重要なのかと考えます。大規模殺戮について我々の振る舞いを考えて、ただ中東について、12万年前について、最後のネアンデルタール人については6万年前、そうすると6万年間は共存を平和的にしていて、しかも中東であったと、今の中東と比較をして考えるとという可能性なども推測をしてみたりします。ありがとうございました。お名前と質問お願いします。中野夏美と申します。サイエンスコミュニケーターとしてこの新興東京日本における未来の科学館で仕事をしております。このプログラムの中で人の進化の研究が我々の日々のこの生活ですとか、あるいは市民としてのこの幸福および未来にどう貢献できるんでしょうか。日本のメディアとかノーベル委員会だけではなく、この医学の研究に使われているというのは大変重要だと思います。もちろんそれは先生の研究の一角であり、もちろんだからこそ生理医学賞を受賞されているわけです。私はちょっと違う要素として、皆さんの研究が、先生の研究がどのように我々の日々の生活あるいは幸福にこの貢献しているのか教えてください。まず私、こういう質問が来た時には、我々その生理学およびこの医学賞ということで、多分私の研究は生理学方面なのかなというふうに思っています。また私の研究は好奇心から来るものでありまして、例えば考古学者がいわば発掘をして、そこで昔の人はどうやって住んでいたんだろう、この人たちに何が起こったんだろうと考えるのと同じです。我々としては遺伝子をこの分析して、過去に何が起こったか分析しているので、好奇心に持っているものです。もしもちろんこういったところから得られる示唆、洞察が医薬なり他の分野で活用できればとてもいいなと思いますけれども、やはり祖先に何が起こったのか好奇心を持って知りたいというのが私の研究であります。
お名前どうぞ。若宮元と申します。東京で修士1年です。子どもっぽい質問にあるかもしれません。先生は入手したゲノムを使ってネアンデルタル人の幹細胞とか臓器とか器官とか作ることをお考えになったことありますか？倫理的な問題がないとすれば、とりわけハーバード大学のジョージ・ショーツがクレイジーなことを言って埋まっています。ネアンデルタル人あるいはマンモス、絶滅した種を作ることはできると、たくさんの理由があってできないのです。まず第一には倫理的な問題であり、人間を科学の好奇心のために生み出したりはいたしません。一方で技術的にもできないという理由があります。例えば今現在見えている技術によって何万年ものゲノムの決定を決めることができるわけではありません。ゲノムの反復領域について絶滅種についてわからないことがあるんです。 DNA の短いところであり、配列が反復的であった場合どこのコピーであるかがわからないので、完全なゲノムについてはいつまでもわからないというものがあります。しかしアプローチとしては妥当かもしれませんが、どちらかといえばゲノムのある特定の部位を変えてみると、そのような実験はしています。人の幹細胞でそれをネアンデルタール人に近いところに1箇所変えて組織を培養して、それがどのような影響があるか、そのようなことはしていまして、そのようなアプローチであれば行っています。ただそれは単一の部位を見て、単一の事象を見るということです。どちらどうぞ。左の方お願いします。こんばんは、中村達郎です。英語が得意ではないので日本語で話したいと思います。問題ございません。では質問させてください。先生は途中で古代人いわゆるネアンデルタール人とかのゲノムを探すときにより質の高い DNA を探す必要があったということが質問あったんですけど、そのより質の高いゲノムっていうのは一体どういうものなんでしょうか？例えば年代として新しいであったりとか、サンプルはお持ちだったと思うんですけど、技術が革新すればそこからもサンプルのでゲノムが取れたと思うんですが、ただまた新たにそのより質の高いものを探していたということなので、その質の高いゲノムというのは一体具体的にはどういうことなのか教えていただければと思います。ちょっとつけるのが遅れたかもしれませんが、質問としては基準ということですか、より良い遺伝子という定義ということです。はい、より良い、質の高いゲノムとは何かということです。質の高いゲノムとは何か。より良い質ということでありますけれども、この意味としましては、このそれぞれのポジションを何度も何度もこの配列分析できるということです。で、我々このそれぞれのポジションが30回しっかり当たるヒットするということですと良いと言います。平均で30回というのは全く一部のポジションは全く同じ位置で見えない、そして十分なこの断片がないとダメでないと、そのバージョンを一つと他のバージョンだというふうに分かれない、ボケ不ケということで分けれることができないというものです。右側お願いします。シューダーと言います。キャリアについて非常に競争が厳しい、キャリアについては限定的かもしれません。どのようなことで意欲がついたのでしょうか？パッションとか愛情とか好奇心とか、動機づけは何だったのでしょうか？そうですね、おそらくある意味で好奇心だと思います。あと社会的な経験としてワクワクする、多くの
研究者で同じ疑問に関心を持った人たちと連携をして、みんなで違うところを分担して貢献し合うところが楽しみだったと思うんです。これがなかったら一番つらいと思います。社会的な研究者同士の交流でしょうか、これがなくなるのが一番つらい。みんなと連携協力をするという楽しさでしょうか、クールでだけど興奮していて同じ関心を持った人たちとの連携です。上の方どうぞ。直川文博です。東京大学で今修士です。宇宙天文学を専攻しています。人族のこの多様性についてお伺いしたいです。ホモサピエンス、ネアンデトール人、ネアンデルタール人ということをお話しいただきましたけれども、一種ホモサピエンスだけが今は現世人類として残っている。これは幸運なことだと思いますか、不幸なことだと思いますか。人類にとって当然多様性というものが重要で、それがあってこそ世界が素晴らしいものになる。同時に多様であることが例えば紛争ですとか差別の元にもなっている、どうお考えですか。3年前、4万年前までいろいろな、その人といってもいろいろな、その種類がいたということが大変素晴らしいと思います。これ3万4万年前しか、このいわゆる現世人類は一つにしかなっていないということが驚きだと思います。私自身もあなたと同じ質問を持つと思います。ネアンデルタール人やデニソワ人が生存していたら、生き残っていたら、この世の中はどうなっていたでしょうか。例えば競争が厳しくなってひどいその紛争になっているのか、そしてその結果世界が全く違うものになったのか、あるいは違う形になっているかもしれません。ネアンデルタール人などがいたら、いわゆる一種類の人類だけではない、他の種類の人類があって、そしてツールを使ってまたコミュニケーションを行う、そしてみんながそれぞれ洗練されているということだったら、このように簡単にその人類と動物といったような区分ではなく、よりその多様な存在があったかもしれません。両方があり得たことだと思います。つまりこの人間というものについての考え方が変わってくるかもしれません。だからといってその良いとも悪いとも私とは言うことができません。私自身分かりません。ありがとうございます。どうぞお名前を。高津雅子です。院生です。パイオニア先生のようにパイオニア的な研究を行う研究者にしたいと思っています。何かアドバイス、ヒント、動機づけをキープするためにビッグチャレンジを続ける、もしくは長期的に先生のように行うためのヒントはあるでしょうか。確かに聞かれますね。特にノーベル賞の後聞かれて、それはとても難しい質問です。アドバイスがあるとすれば、本当に関心を持ったことを行うことが重要だと思います。つまり楽しいと思うことを行っていれば大体うまくできるものです。何か楽しくても、楽しいと言ってそれが実はよくできないのに楽しいというのは珍しいのではないでしょうか。やる気があるもの、その場合にきちんと時間があって好奇心があって、多くの部分は運なのです。ラック運なのです。これは実は重要だった、これは後で同僚から認識してもらえたとものがあるのですが、ご自身が本当に関心があるものを追求してください。著作には大変応援してもらいました。本を読んで元気になりました。はい、どうぞ。緊張しています。慎太郎村田と申します。高校の3年生です。で、いろいろ記事を読ませていただきました。大学に入るときに、例えば人類学ですとか、あるいは科学の歴史を学ぶか迷ったけれども、結局医学を学ばれた。この
変更が大きな影響を持っていたのではないかと思います。何か全く異なるこの対象を真似始めるのは難しいのではないでしょうか。例えば人類学から医学に変えるというようなことですと、いろいろ問題があると思うんですが、どうやってそれを乗り越えられたんでしょうか。私の過去は、我々としてはまずは考古学とか英物質学をやろうと思って、すごくロマンを持って子どもの頃から憧れていたのですけれども、ただこの大学というところが私のロマンチックなこの発想に見合うだけのものを提供してくれなかったんです。でそこで考えました。じゃあ医学を学ぼう、少なくともコースを終えたら仕事が得られるからです。そしてその後博士号をやって、今回の研究のようなつながりを見つけたわけです。ここで得られるメッセージとしては、おそらく大学の制度では何か予想外のこともどんどん自分で取り込んでいかなければいけない。関心についてもその多くのこの国では大学の制度というのは、こういう学科をこの専攻したらそのままずっとそこに当てはめられてしまって、将来のキャリアもこうというふうに決めてしまうんですけども、そのあたりはやはり柔軟にしなければいけないということです。東京大学におきましても、ぜひ例えばいろいろなその教科を珍しい組み合わせで組み取れるようにしていただきたいと思います。上の方どうぞ。先生、さきと申します。粒子物理学、東大で勉強しています。世界で初めて粒子ニュートリノを発見したいと思います。星の崩壊、超新星の崩壊からニュートリノを検出したいと思います。重い元素、今地球上にあるもの、体内にある重い元素については宇宙で生成されたと考えています。物理学と人類学は分野は異なりますが、私も同じような課題、先生と同じような難しさがあると思います。私が見たい素粒子については、バックグラウンド放射線等の影響が多いので、いくつか実験で事象を予想をし、何千回もの無用なバックグラウンドを取り除いて素粒子を分析しなければなりません。つまりこのような中で一見不可能に思える、つまりバックグラウンドの汚染を排除し、小さなわずかな古代のネアンデルタル人の DNA を骨から見つけ出す、どうしてできるのでしょうか。大変ですよね。問題を何とか乗り越えようと迂回するわけです。人骨を探すといっても汚染があって、なかなか私とか皆さんとか、その後それを触ってしまった人の DNA と元あった DNA 区別は難しかったんです。例えばマンモスから DNA 配列を取ることができて、象に近いけれども象ではないというものがあった場合には、これはマンモスだと考えることができるわけです。マンモス、その他の絶滅した種を使ってメソッドを考えたり、技術を考えて何とか乗り越えるテクノロジーを考えた。その中の一つが化学修飾、分子末端で変わっている部分があると。これは何万年も経過をしないとここまで分かるほどの変異にはならないというところを見て、次にまた人の配列を見て、このような分子でこのようなアミノ酸の置換があった場合には自然の DNA にはないということは、という考え方をしている。可能であれば別の方法で何か迂回をするというか、課題を乗り越えて何とか進みたい道筋を見つけることができると思う。これは素粒子物理学でも当てはまるかと思います。ありがとうございました。左お願いします。本日の講義ありがとうございます。チャチェナと申します。子どもの頃の話を聞きたいです。一番好きだった本を教えてください。また、なんでどういうふうに遊んでました。もう一回お願いします。一番好きだった本、また何で遊んでましたか。一番好きな本と遊びですね。ビニーザプー、クマのプーさんが一番好きでした。それからいろんなもので遊んでました。実は発掘など始めまして、いろいろ土を掘って見つけるのが好きでした。
ありがとうございます。ありがとうございました。では下の方お願いします。小西凛と申します。2つです。生理学、医学の勉強を始めたときに人生変わりましたか？多分変わったと思います。というのは、医学の勉強を始めたのは研究をしたかったからでして、実際患者さんの診察を始めた時にこちらの方がやりがいが思っていたよりもあると思ったんです。普通の医師になって患者さんの診療をするのか、研究者になるのか、ジレンマを考えて PhD を勉強してからいつでも診察をしたければ来ることができると思ったけど、まだ病院に戻っていない。ありがとうございます。子ども時代の夢は何でしたか？夢としては考古学者になることでした。エキサイティングなものを発掘したいと思っていました。ありがとうございます。上の方お願いします。千鶴と申します。本日ありがとうございました。刺激を受けました。大変光栄に思います。質問する機会をいただきましてありがとうございます。今高校生です。そして考古学、特に考古人類学に関心を持っています。もしかしたら大学でもそれを専攻しようかなと思っています。何か助言はありますか？こういった考古人類学をやろうとしている人たちにどういう感じなのか、ちょっと教えていただけますか？はい、この質問難しいですね。助言してあげるというのは難しいと思います。唯一言えるのは、関心のあることに従っていきなさいということです。つまり自分が関心を持つことをどんどんその探求していく、他のことは全部ついてくると思います。年上の人からこれやりなさいというようなことに従わずに自分の関心に従って進めていくことが良いです。私のことだけ聞いてください。他の方お願いします。レクチャーありがとうございました。佐々木葵です。オーストラリアマーベン大学理学部1年です。解剖学、神経学の研究をしたいと思うのですが、研究者になるのは難しいと多くの人に言われます。一般的な質問ですが、一番苦労したのは何でしょうか？どのように乗り越えましたか？おそらく サイエンティストであると、科学者であるということは特権だと思います。興味があることを行うことができる、自分のワークライフバランスを希望のようにできます。例えば寝坊、朝が弱いのであれば夜遅く研究をするとか、比較的時間も決めることができます。例えば医師であれば朝7時に診察室にいないといけないとか縛りがありますので、確かにある意味で科学者であることは難しいことはあると思いますが、大きな大きなメリットがあると思います。まあ収入はそれほど多くはないかもしれませんが、他の職業よりはかなり自由度が高いと思います。それはそれを行ってどういう人生を送りたいか次第だと思います。ありがとうございます。リカと申します。2つ質問があります。今日のご機嫌はいかがですか？はい、元気です。少し緊張しています。1つ質問です。沖縄で生活するってどういう感じですか？良い質問です。実は希望するほど滞在できていないんですけれども、素晴らしい場所です。特に水で、例えばスノーケリングするとかスキューバダイビングとかするんだったら大変素晴らしいところです。ありがとうございました。お名前からお願いします。素晴らしいプレゼンありがとうございました。佐々木光生、東京海洋大学実験研究の中で
希望の結果が出ないと落ち込むかと思いますが、どのようにして気分を変えるのでしょうか。どのようにしてリフレッシュするのでしょうか。うまくいかないときに、私は皆様と同じように何か思っていた通りにいかないとがっかりしていると思います。想定外の結果が何か新たな発見、予想外の発見ということもあるのですが、本当に落ち込むのは全然実験が技術的な理由で全くうまくいかなかった、これは本当に落ち込みます。その上でどのような研究環境が必要でしょうか。ちょっとすみません、日本語で言うと、just a sec. Okay, please go ahead. どのような研究環境を望みますか。理想的にはもっとこうなったらいいなみたいな、どのような要求を今感じていますか。Well, so I guess a good research. おそらくいい研究環境は同僚がいてくれること、皆さんから知識が得られて皆さんと相互補完、みんなで埋め合うことができる、みんながオープンな感じで連携ができるということ、縦割りとか競争ばかりではなく力を合わせる、それが重要だと思います。グループの中で私がよく言っているのは、雰囲気としてみんなが役割を果たしている雰囲気が大事だと言っています。自分のアイデア全然おかしいとか全く間違っているということも言ってみることができる雰囲気は重要だと思います。その結果想定外の子が出てきて物事が進むということもありえます。つまり環境として安心でして何でも言えると、おかしいんじゃないかということも言えることが大事だと思います。それを思いつきました。ありがとう。そういう質問が一番難しいんです。皆さん時間になってしまいました。以上にしなければなりません。今並んでる皆さんありがとうございました。すみません。最後ですが、どのようなことに一番人生影響を受けましたか。バークリー大学でアラン・ウィルソン、スライドに映っていました。その頃大学院生でして、ウィルソン先生が今現在の我々の現世人類がどこから出てきたか大きな役割を果たした先生ですので、ウィルソン先生はかなり私に影響を及ぼしてくれました。大事な同僚とおっしゃっていただきました。ありがとうございました。改めて先生ありがとうございました。またお集まりの皆様来てくださってありがとうございます。オイス島と沖縄を研究室の場所に選んでくださってありがとうございます。仲間と呼びできて光栄です。お集まりの皆様、ペーボ先生のファン、オイス島のファン、サイエンスのファンとして来てくださってありがとうございました。先生の本が出ています。今外で販売をしています。まだ OIST 来ていらっしゃらない場合にはぜひ来てください。オンナソンぜひ来てください。またお会いいたしましょう。2022年ノーベル生理学医学賞受賞、スワンテ・ペーボ教授講演会、お越しいただきましてありがとうございました。